みなさんこんにちはこんにちは木輪七海です小次郎講師ですさあ小次郎講師のマーケット超特急1月14日金曜日ということで2022年としては第1回目のお届けとなりました皆様本年もどうぞよろしくお願いいたします さあ2022年が始まったということで「もじろこし」言い言頂いてもよろしいですか、はい、そうですね。もう、ね、年が明けてからずいぶん日にちが経ちますから、はい、今から言うのも何なんですけども、まあ、第1回目ということでねやっぱり皆さんとしっかりと、ね、私の気持ちをお伝えしとかなきゃいけないと思うんですけども、ねはい、毎年新年になるとねやっぱり新年ですから、まあ、明るい話をしようということで大体年始めの挨拶はですね、はい プラスアルファをして、はい、今年は大相場になるぞとかね今年は日本の景気はものすごく良くなるぞという話をするんですけども、はい、ちょっと年明け心配な感じでスタートしているような感じがします。はいね えーまあ、その話は後で詳しく話をするとして、ねはい、まあそういう中でやっぱり投資の勉強っていうのは本当に必要な年、ねえー、になっておりますね,です,ねですから、まあ、皆さん、ね、正しく投資の勉強をしてもらってリスク管理をしっかりとしてもらって、ね、安定した収益を、ね、投資から得られるようになるためにやっぱり勉強していかなきゃいけない、ねはい、その皆さんの勉強にお役に立つコンテンツに、はいえー、ぜひ今年もしていきたいと思いますのでどうぞ応援をねよろしくお願,いしますお願いいたします。 さてですね2022年が始まり、まあ、今日まで少し相場付きが難しいような感じを感じているんですが新春相場のポイントがあればこちらそ教えていただけますかそうですねよく虎年にかけてね虎、はい、はね千里を走るとね、まあ、こういう話がありまして、はいえー、経団連の、ね、会長さんですとかいろんな人の挨拶でそういう言葉を聞きますし、まあ、相場の格言っていうのがあってえと、はい、の相場の格言でも虎千里を、ねえー、走るとこういうことがあるんですね。はい ただまあね正しく言いますと虎は一日で千里行ってえ千里戻ると、ねはい、これが虎、まあの格言のまあ正式な話です。はい、ということは今年1年大きく上がることもあれば大きく下がることもある激動の1年になりそうだと、ね、こういうことです。今年の大きなテーマは何といっても利上げ。はい 利上げとということがメインテーマで、ね、世界全体はまあ利上げなんですけどその中でやっぱり一番影響が大きいのはアメリカということでね、はい、アメリカの利上げが注目されてますけど今年は、ね、年3回利上げがあるなんてことが前回の FOMC12 月に開催された FOMC でねそういう話が出てきましたけど。はい 年明け fomc の議事録、こういったものを見ましたら。三回どころじゃなくて、四回利上げあるんじゃないか。はい、ね、こんな話が出てきまして。今、ね、アメリカの利上げは今年は四回というね。こういう説が非常に強くなってます。はい、それぐらい世界全体が利上げというね。えー、状態ですね。で、去年までは金融緩和の時代だった。今年は金融引き締めの状態に変わってきます。こういう大変化の年であると。はい ただ金融緩和から金融引き締めっていうのは決して悪い話じゃなくて、えー、相場のね言葉で言うと金融相場ね業績相場っていうのがありますね。奈良み聞いたことありますか？よく今年に入ってから聞くようになったような気がします。金融相場業績相場っていうのは説明できます？うーん。 詳しく説明は難しいんですが、はい、なんとなくイメージでは、うん、金融緩和によって上がっていく相場なのか、はい、業績が本当に良くなる、はい、景気がよくなることによって上がっていいくのかみたいなイメージ金融緩和によって上がっていく金融相場これは実は2020年2021年からまさに、ねはいえー、金融相場だったわけです。 でそこからね業績が回復していって景気が良くなり、ねえー、金融引き締めをしたとしても企業の業績で上がっていきますよと。でどちらが本来の株式のね上げ要因かっていうと業績相場ですよね、はい、ですからむしろ業績相場になるってことは望ましいことなんですけども果たしてこの現在行われようとしてる金融引き締めというものが、ね、もう金融緩和が必要ないぐらい世の中の景気が良くなってねで 金融緩和をやめるという方向なのかどうかっていうところにちょっとクエスチョンマークがついております。えー、ひょっとしたらねそういうことではなくてねインフレが起こってるとねこのインフレにはいろんな理由がありますけどね、えー、世界全体で著しいインフレが起こっておりますねアメリカの CPI 消費者物価指数。はい この数値、えー、もう直近の2回ぐらいね、はい、まあ強烈な数値でしたね。なの、はい、にちょっと発表してもらえますか。11月分が前年同月比6.8％、12月分が前年同月比7.0％でした。はい、これが39年ぶりとか言われる、はい、高い水準で、まあものすごいインフレがやってきてるってことで、もう利上げをねしなきゃいけないところがね企業の業績はというとまださほどでもないかもしれないというね、こういう,ような状態があります。はい そうすると、ね、株価に対してどういう影響が出るのかちょっと注意しなきゃいけない。はい で,傍らで、ね、コロナっていう問題がありますねます、えー、オミクロン株の勢いがすごくってまああっという間にね去年の11月に発生した、えー、オミクロン株が今や世界をねま、えー、延しておりまして日本におおいてても猛威を振るっております、はいえー、東京の感染者数が3,000人を超えたとかねいうようなことで騒いでおりますけどもうね、えー、来週ぐらいのうちには過去最高を超えていくだろうとこういうふうに言われておりまして、ね。 まあ、まん延防止だとか緊急事態宣言だとかそういったものがまた出てくるんじゃないかというふうに言われております。はい、で今回のオミクロン、まあ、重症化リスクが少ないという,、ね、いうことで一つ安心材料があるんですけども今までとは全然違うです、ね、リスクを抱えているというふうに言われておりまして。はい つい最近皆さんがニュースを見られてねニュースの中の言葉で「あこれ昔はそんなにね聞いたことがない言葉なのにもうニュースの、ね、コメンテーターは平気で言うようになったな」という言葉の中に「エッセンシャルワーカーで、ね」と、はいうね 言葉が出てきます。奈良聞いたことあるでしょ。よく耳にしますね。エッセンシャルワーカーってのはどういう意味でしょうか。私最初は医療従事者や介護に携わる方々を指すのかと思っていたんですが、もっと広くいろんな方が指しますよね,、うん、すね。まあ一番中心はやっぱり医療関係者だと思いますけど、はい、それ以外に例えば警察だとかね、はい、あるいは消防署だとか、はい、あるいはまあ教育関係だとか、はい、まあ保育園のね、えー、方々だとか、まあそういう方々がまあもしコロナにかかってね、うん、休まなきゃいけない。 そここのところがが、まあ、機能が、ね、停止しましまたそうすると社会生活が全然、ね、成り立たないと、まあ、運輸関係なんかもそうですね、はい、運輸関係でそういったものが止まってしまったら例えば、ね、スーパーだとか食料品店に何も、ね、食べるものがないなんてことになると大変な混乱になりますね。はい ですからその重症化リスクは低いとしても感染したら当然会社っていうのは休まなきゃいけない、はい、あるいは、ね、それの濃厚接触者になっても休まなきゃいけないそういう人がもうあっという間に日本中に広がってそれによって、ねえー、もう正しい経済活動が遅れないというリスクがですね、はい、オミクロンの場合は出てきた、はい、これがちょっと大きな問題で東京都の小池知事はですね東京のありとあらゆる企業に対してですね 従業員がもし1割、ね、会社を休んだらあ、ね、どのようにしてそれをカバーしますか、はい、従業員が1割休んでも、ね、ちゃんと企業があ、ね、ちゃんと運営できるように計画を立ててください、はい、こういう指示を出したんですけど、まあ、今、ね、予想されるのは1割で済まない2割3割ぐらいひょっとしたら、ねはい、従業員の中で休まざるを得ない人が出てくる。 それで本当に、ね、皆さんが毎日生活する中で、ね、生活必需品っていうのあるわけですけど、はいね、スーパーに行ったりドラッグストアに行ったりしたら簡単に手に入るものが手に入らなくなった時に、はい、果たして経済がどうなのかっていう実は過去の、ね、コロナとはまた違う事件での、ね、大きな問題っていうのが起こっております。と、はい、するとそういったものがきっかけでひょっとしたら株価が大きく下がっていくという、ね、可能性もある、はいえ。そういったことも踏まえながら しっかりとチャートを見ていきまして、で最後に私のね、えー、考えていること、こういったこともね年商ですから、はいえー、ちょっと皆さんにお伝えしたいと思います。じっくりと見てください。はい。じゃあまずチャートを見ていきましょう。チャートは11時30分頃の情報でお届けいたします。はい。 はいじゃあチャートが、ね、出てきました、はい、このチャートは、ね、どういうチャートかというと左上から日経225これは大阪の先物取引の、ね、価格ですね、はい、これは一部上場トピックスの、ね、価格これが二部上場、はい、ジャスダックマザーズニューヨークダウン S&P500 ナスダックという日本の5市場とアメリカの3室、ねはい、こういうような、ね、チャートになっております。 じゃあステージを確認していきましょう。日経225は第4ステージですと、はいえー、トピックスはこれはどうですか？第4ステージです。はい、ニ、え、ム、ー、上場はどうでしょうか？第6ステージです。はい、ジャスダックはどうでしょうか？ 第4ステージですはいマザーズはどうでしょうか第4ステージですこれを見るとやっぱりジャスダックマザーズがね大変心配という状態がわかりますね,すね他のところはまだもみ合い相場の中でちょっと今現在は目先売られてるかなという状態ですけれどもジャスダックマザーズは大きく下がっております、はい、じゃあアメリカを見ていきましょうアメリカのニューヨークダウは過労死でステージ1という話でした S&P500 はどうでしょうか こちら第二ステージですね。はい。ナスダックはどうでしょうか。第四ステージです。これも第四ステージになってしまっておりますね。はい、とすると日本アメリカともどちらかというと新興市場の方が、はい。 弱い、ね、こういうことが分かるんですけどそれはもう当たり前の話で,です、ね、今年どん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 利上げが行われていくとその利上げが行われていく時に、えー、企業の、ね、活動が苦しくなるのはやっぱり新興市場の方がなりやすくて大手のところは、まあ、無借金経営とか、ねはい、銀行からお金を借りてやらなきゃいけないということはないんですよ。 ところが、新しい企業であれば、あるほどね。銀行からお金を借りて、企業活動を行いますから、金利が高くなるってのは、まさに影響が出てくる。はい、ということで、ジャスダック、マザーズ、ナスダック。そういったところが売られておるってのは、現在の状態ですね。はいえー、この状態は、まだまだ続くかもしれません。そして、今、全体、世界のね、株価が、ね。 年末年始割と良かった、はい、年末のクリスマスラリーあたりからね、非常にあのね株価がかかっておったんですけど、えー、年を明けて10日ぐらい経ったところから次第にですね、ちょっと変調しておりますので、はい、えしばらく気をつける必要があると思いますじゃあ今度は為替の方を見ていきたいと思います為替、はい、もちょっと顕著な動きがありましてどういう顕著な動きかここ折れ線グラフで出てますけど、はい、実はいろいろな通貨ペアを折れ線グラフで描いたものなんですね、はい でどんな通貨ペアかと言いますと、ね、ベ米ドル円ベイドルユーロベイドルポンドベイドルカナダドルベイドルスイスフランベイドルゴードルベイドルニュージードルという、ね、通貨ペアです。で普段 おきになる、ねえー、ユーロ米ドルととか、ねはい、こういういものと並び順が違いますね、はい、並び順が違うのはドルを起点にして今現在世界の通貨の中でドルが買われてますか売られてますかっていうのを見やすくするために、はい、全部、ねえー、ベイドルというのを左側にしてです、ねえー、描いたものです。とすると右肩下がりっていうのはドルが売られてる、はい、右肩上がりっていうのはドルが買われてるっていう状態なんですね。はい こうやってみるとなんとなく、えー、だん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 ドルが下がっていって現在に至ってるっていう状態がよくわかりますね。はい、えー。10日ぐらいまではね普通の状態だったんですけど、11日ぐらいからどん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 ねドルが売られてきました。これちなみに足は時間足はどのような？4時間足です。はい、4時間足です。 で米、えー、ドル円ね見てもらったらわかりますけどこの赤のものですけど、はい、ここへ来て急激にですね右肩下がりになってますね、はい、右肩下がりってのはドルが売られてるってことであり円が買われてる円高ってことなんですね、はい、実は去年ぐらいからね次第に円安ってものが顕著になって、はい、今年の初めまでは円安トレンドってものが続いておりました、はい、この円安トレンドってのはね、うん まあ今現在世界全体で金利が上がってるわけですけど為替といいのは金利が高い国へ金利利ががが高高国国へへ流れる傾向があります、はい、で世界全体で金利が上がってるんですけど日本の上げ方が少ない、はい、他の国の上げ方が大きいとすると金利差ができますから、はい、ですからその金利差によって円が売られて海外の通貨が買われる円安になりやすいというのが今年1年間の特徴だと思うんですけど。はい、その中で どん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 円高になっているってのは相当ドルが売られておるとね、まあこういうことを意識してねいただく必要があると思います。このドル安という相場がどこまで続くのか、これが今現在の注目ポイント。はい、続いてねコモディティの方を見ていきたいと思います。コモディティで私が注目しているのが原油ですね。はい、はい原油のチャート、W T I 原油のチャート、ステージ一で安定上昇してますね。十二、はい、月からすごく高くなっております。 これブレント原油というね、もう一つの原油の種類ですね。これはガソリンのチャート、ヒーティングオイル、灯油のチャートですね。すべて右肩上がりですね。はい、このね、原油のね、チャートをちょっと大きくしますけれども。 W T I 原油ね、まあ去年ぐらいからずっと原油が値上がりしてですね、で去年の10月ぐらいにもう天井つけたかなという感じだったんですけど、はい、そっから再度復活してひょっとしたら高値を更新するかもしれないという勢いに来てますね。はい、原油のね値上がりってのは、ね、インフレを一番、えー、呼び起こします。はい、でインフレが起こりますと金利が高くなるね。この金利が高くなるのが企業の業績が良くてではなくて。はい 原料であるるがが高くなって上がるってことこコストプッシュインフレコストがプッシュするインフレとかねあるいはスタグフレーションみたいな言い方をして実は景気にとってはいまいちよくないねえ原油が高くなることによって景気は悪くなるんだけどねえインフレだけ起こっていくそれで金利が高くなっていくというねこういうことになる可能性がありますのでえ原油高がこれから先も続くのかどうかってことは非常に注目です、はい。 でこういうい、ね、インフレ皆さんがどれぐらいインフレというものを感じているかどうかわからないものの値段というのは上がる銘柄もあれば下がる銘柄もあるといういろんな銘柄で、ね、上げ下げがあるんですけど、はい、そういった中でまた私が注目しているのは木材ですね。はい、木材というと 去年むしろ一昨年ぐらいかなものすごいその木材高っていうのがあってあウッドショックとかいうね、はい、まあこういうようなことがあったんですけどその後急速に下がってですね、はい、あの上げは冬季的な一時的な上げだったねみたいなことをね、はい、言われたんですけどその後にまた復活しまして今度は冬季的なものじゃなくて本物の上げに変わったような感じがします、はい、これが木材のね価格なんですけど。過去のの価格に比べてねこの ウッドショックとか起こったのは、まあ、2021年ですね2020年の4月ぐらいから上がり出したんですけど2021年ものすごい勢いで上がってもうびっくりしましたはい これはちょっと投機的なね、はいえー、上げだと思うんですけどそれがねで暴落してもうこれで安定するのかなと思ったらそこから再度上がり出しましてこれまたね、えー、最高値を更新するんじゃないかというような勢いで、えー、上げ出してる、はいる、えー、こういった、ね、木材、まあ、住宅関係に非常に影響がしますし建築関係に非常に影響があるということで産業インフラ非常に影響しますね。うん こういったものが高くなるとやっぱりインフレこういったものが来ているというね、はい、こういうことは非常に注意しなきゃいけない。ということで一通りチャートを見ましたけど、はい、どんな印象を受けたでしょうかやっぱり今年のテーマはインフレそして利上げあとはコロナの感染この辺りが非常に相場に与える影響が大きくなっている強くなっているなということを改めて感じました。そういういいこととでですねは ねえー、年の初めに若干暗い、ね、話もありましたけども、はい、まあこれは注意喚起です、ね、やっぱり投資家には注意すべきところは注意していただきたいんでそういう話をしましたけども、はい、しかしそういうことも全部含めて私は今年は「 大きななななな相場のチャンスになるんんじじゃないかなとこんな感じがしております、はいはい、私は投資に非常に影響があるということでコロナ関係のニュースを本当に集めておりまして医療関係の友人ですとかねいろんなデータを現地で読んだり調べております。 そこの中でやっぱり感じることはまあ、ねワクチンと飲み薬ワクチンと飲み薬によってねコロナは終わるねまあ、コロナがなくなるってことはないんですけど、はいえー、我々が非常に心配して怯えてるっていう状態はワクチンと飲み薬によってね普通の病気に切り替わるだろうと。 ええとするとねワクチンねもうそろそろ三回目の接種が始まりますし、はい、飲み薬も二月ぐらいからだん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 利用できるような形になってきております。はい、そうすると今年はねいよいよコロナを克服する年になるとで実はオミクロンっていうものはものすごい猛威を振るっててこれの感染力がすごいというね話を皆さん知ってると思いますけど感染力がすごいということと合わせて。 ひょっとしたら終わりも早いかもしれれなない、はいいいいピークを打つののももも早早終わるのも早いかもしれないという話が出てきてきおります、はい、これはまだ、ね、検証された話はありませんから100%信頼してもらっちゃ困るんですけども、ねえー、南アフリカで11月の頭にこのオミクロンというものが発見されました、はい、そして11月の、ね、後半に、ま、WHO に、ね、報告を受けたら、ね、WHO がこれはもう本当に危険だということであっという間に、ね、一番危険な変異種ということで認定した。 それからもう1ヶ月もううう月経たたないいちにに世界中に広がったというねそれぐらいの状態なんですけどそのスタートであるねえね南アフリカですね11月の頭の段階は感染者数100人というまあ日本と同じぐらいね非常にいい状態だったそこからもうあっという間に2万人を超えてですね2万何千人というところまで12月のところまで行ったわけですもう100人から2万,2万何千人ですからねすごい状態だったんですけど。 12月の中旬にピークを打ちました。それからどん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 減っていきまして、直近では7000人というところまで減ってるんです。これ理由がなかなかわからないんですけどね。まあ一部のね南アフリカの人が言うにはね、えー、南アフリカのワクチンの接種率というのは世界の中でも低いんですけど、ね、でも。 たくさんの人が、えー、オミクロンにかかったことによって免疫ができました、はい、かかったことによって集団免疫ができましただから下ががったんんでしょううなてていう話が出ておりまだまだ未確認の話で申し訳ないですけども、ねえー、ひょっとしたらワ、ね、ッと感染してワッと終わるかもしれない。ね とすると一時的にもしこの感染爆発によって産業インフラがストップする、ね、いろんなことがあって下落があったとしてもそこが大底になるかもしれない、ね、そうすると大底で買えるかもしれない、まあこんなこともねどちらにしろ今年の後半には私はコロナを克服する、ね、体制が出来上がってるんじゃないかとねワクチンの安定的な供給飲み薬の安定的な供給これは今年の後半には、ね、間違いなく出来上がってくるんじゃないかと。 とするともうね、えー、コロナで大騒ぎをするのはこれで最後という気がしますね。とすると、今年1年を見るとね。大変素敵な1年になるんじゃないかということを。年初に皆さんにお話しして。はい ただしね、注目していかなきゃいけないことはたくさんありますからね。このね、講座この動画を通じて皆さんにしっかりとね、いろんなニュースをお伝えしていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いいたします。こ不安な材料も期待が持てる材料もどちらもある中で、はい、正しいチャートの知識で皆様ううで、えー、お届けしつつチャート見ていきたいと思いますので、はい、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。